日本全国の戦う顔をしている皆さん、こんにちは。今季3連覇を果たすも、日本シリーズでは惜しくも敗れてしまったオリックスバファローズ。そのオリックスは12月8日に行われた現役ドラフトに参加し、中日鈴木宏投手を獲得。これが大きな話題となっています。先日日ハムから吉田輝星選手も獲得しており、これで2人目の投手補強となったオリックス。とはいえ、近年2人とも目立った活躍が残せていない選手でもあります。それでも獲得に動いたオリックス、それにはある理由があると言います。果たしてその理由とは。そこで今回はオリックスが今回鈴木選手を獲得した理由などについてご紹介します。まずは現役ドラフトで獲得した鈴木選手についてご紹介していきます。社会人時代ヤマハにいた鈴木選手、1年目の秋頃から登板機会を得て、2年目の社会人野球東海地区春季大会で公式戦初登板。その後は主にリリーフとして活躍し、第42回社会人野球日本選手権大会では2回戦の NTT 西日本戦で先発し、6回途中1失点で勝利投手となり、初優勝にも貢献しています。3年目春も右前腕部の肉離れという故障があったものの、抑えに定着し活躍。また同年夏から先発も務め、完投も経験しており、第88回都市対抗野球大会では新日鉄住金東海レックスの補強選手として出場し、ベスト8入りに貢献するなど目覚ましい活躍を見せていました。こうした活躍が評価され、2017年に鈴木選手はドラフト1位で中日に入団。入団後もいきなり活躍を見せ、1年目のオープン戦では6試合無失点と好投。新人で唯一開幕1軍を勝ち取ることに成功します。そしていきなりセットアッパーに抜擢されます。初登板は4月1日の広島東洋カープとの開幕3戦目。この日最速155キロを記録した上、打者2人から三振を奪うなど圧巻の投球を披露。また名古屋ドーム初登板となった4月4日の読売ジャイアンツ戦では三者三振を記録、鮮烈なデビューを果たします。その後は抑えを務めていた田島慎二選手の不調により守護神も務めます。しかし連投による疲労から終盤は精彩を欠き、2軍降格も経験。最終的には中継ぎとしてチーム最多の53試合に登板し、防御率 4.41、 4勝6敗12ホールドという成績でした。2019年からは新監督与田毅に抑えに抜擢され、開幕から抑えで起用され14セーブを挙げましたが、防御率4点台と安定感を欠いたことから守護神を剥奪され、6月7日に登録抹消されます。またこの年からクレイグ・キンブレル選手の投球前のルーティーンを真似をするようになり、一時期キンブレル鈴木と言われていましたが、守護神を剥奪された時期にやめています。そして2020年はわずか6試合の登板にとどまり、10月上旬に与田毅監督の勧めを受け、投球フォームをサイドスローへと変更。昨年はリリーフから先発に転向し、5月28日の今季初登板となったオリックス戦にてプロ初先発。自身が降板後に同点に追いつかれたため勝ち投手にはなれなかったものの、5回無失点と好投します。その後は2軍で調整を続け、9月28日に1軍再昇格すると、同日の横浜 DeNA ベイスターズ戦で先発の柳裕也選手が危険球退場で降板した後に2番手として登板。緊急登板でありながらも4回途中を1安打無失点に抑える好球援でチームを勝利に導き、試合後に立浪和義監督から、鈴木にとっても我々にとっても来年へ光が見える投球だったと称賛されます。しかし今季は6月に先発起用され、先発初勝利も挙げましたが1勝止まり、9試合で1勝2敗1ホールドの防御率 4.07 という数字でした。プロ6年の通算成績は114試合で7勝11敗18セーブ15ホールドの防御率 4.91。 最初の登板が衝撃だっただけに、何とも言えない成績となってしまいます。そして8日の現役ドラフトでオリックスへの移籍が決まった鈴木選手。鈴木選手は中日球団を通じて
中日ドラゴンズには6年間お世話になりました。離れるのは寂しいですが、チャンスだと思って新しいチームに行っても頑張りますとコメントしました。さて、鈴木選手が移籍したオリックスですが、今季3連覇を達成した強豪チームで、投手陣の層が厚いチームでもあります。今季オフには山本投手、山崎福也選手が退団することが決まってますが、それでも穴埋めできるほど層が厚く、さらにオフには日本ハムから吉田輝星選手を獲得。正直あまり投手補強すべきチームではない気もしますし、鈴木選手に出番があるのか疑問に思う人も多いと思います。しかし鈴木選手獲得にはちゃんと理由があるというのです。一体その理由とは何でしょうか。これは今季オフに加入した吉田選手にも言えるのですが、オリックスは投手の育成メソッドがしっかりしており、鈴木選手のように伸び悩んでいる若い選手を花開かせる土壌が出来上がっています。もともとのポテンシャルが高いのも分かっており、オリックスで再生可能と判断して今回獲得に動いたと思われます。デビュー時はあの中日の大島選手がプロで一番速いと太鼓判を押すほど快速球を投げていた鈴木選手。しかし近年はその姿は鳴りを潜めています。オリックスは選手の球速を跳ね上げたり、直球の勢いを強くするといった選手の育成に特化しているので、鈴木選手も本来の姿を取り戻し花開く可能性は十分にあると言えます。また鈴木選手は先発も中継ぎも抑えも経験があることから、さまざまな場面での起用が想定されます。オリックスとしては山本選手、山崎選手の抜けた穴埋めもありますし、そちらが埋まらなければ鈴木選手をあてがい、中継ぎが足りないならそちらに回すという起用も可能です。もともと直球が強くて便利屋となれば、今のオリックスには是が非でも欲しい存在だったでしょう。そして鈴木選手の獲得に動いた理由はもう一つあると考えられます。それは鈴木選手がオリックスとの相性が良いことです。オリックスは昨年の交流戦で鈴木選手に5回無失点と好投を許しており、今季も2回を無失点に抑えられています。リーグが違うのでぶつかっても1年で3回しか当たりませんが、それでも相当なインパクトがあったでしょうし、その抑えられた経験から獲得に動いたのかなとも考えられます。自軍と相性の良い選手を招き入れれば、リーグが違うとはいえライバルは減りますし、逆になぜ抑えられたのかチームで学ぶこともできます。まとめると、復活させられるプロセスがあること、キラーアプリを目の当たりにしたことが今回獲得に動いた理由だと考えられます。実際あのまま中日にいても殻を破れたのか微妙ですし、オリックスが獲得したのはいい話なのではないでしょうか。あとは鈴木選手が新天地で頑張れるか次第、オリックスの育成メソッドがハマれば間違いなく戦力になると思いますし、果たしてどうなるのか楽しみな部分はありますね。投手層の厚いチームですが、生き残るには勝つしかありません。もう一度這い上がってマウンドに君臨することができるのか、来季の活躍に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。